皆さんこんにちは、 MBS アナウンサーの光弘正樹です。私、100日後に腹筋を割るアナウンサーというのを SNS に上げておりまして、その振り返り動画、3日目は超回復デーと言っていますが、ただただ筋肉痛だっただけです。本当に最初上がらなかったんですよ、懸垂が。ここからどういう風に懸垂が上がるようになっていくかっていう、その過程も見てほしいですね。それではどうぞ。もうね、このぐらいになるともうほぼ腹筋は筋肉痛になってないです。もうね、だいぶ筋肉がついたからなのか、やっても次の日に響くことないですし、その場ではこううってなるんですけど、次の日には響かないので、毎日基本的に腹筋できると。で、腹筋を毎日した方がいいのかっていうね、話があって、諸説あるんでちょっとこれも何とも言えないんですけど、僕的にはいろいろ情報を得た結果、腹筋っていうのはある程度こう小さな筋肉になるので、超回復にかかる時間もそんなにない。24時間経てば腹筋は回復してくれるものだというふうに考えて、基本的には毎日行うようにしてました。でも一方で意見として、腹筋もちゃんとした休養の時間を取った方がいいということで、まあ1日ぐらい空けた方がいいっていう方もいらっしゃるので、ここはね、結構自分の体と相談しながらの方がいいかなと思います。僕は20日目ぐらいから毎日やっても大丈夫かなっていうところになりました。チートデイね、大事ですよ。このね、プロテインも、まあ、取り方も大事なんですけど、やっぱりちゃんとね、取らないと、まあ、お腹がすくうんですよね、普通に。ご飯も結構制限してるので。なので、朝起きた時と夜寝る前に僕プロテインを摂取してたんですけど、あと筋トレの後も摂取したかな。結構1日2、3回取ってました。あ、来ました、30日目。これちょっとね、見てもらったかな、いいか。お、皆さんこの変わりようですよ。30日でこんなに変わるんだっていうのを自分でもびっくりするぐらい結構変化はありましたね。1日目から結構写真撮りためてて、まあいろいろ変化もねチェックしたんですけど、毎日見てると意外と あんまり変わってないのかなと思ってたんですけど、1日目と30日目を比較すると、明らかにふっくらとしたね、お腹がうっすらでもないですかね、結構シックスパックに見えてきていると。で、正直言ってこの30日目でもうやめていいんじゃないのかなって思うぐらい自分では割れてたんですけれども、まあいやいやいやと、100日間でどれだけ割れるかなので、ここからさらに絞っていこうっていうふうにね決めて、ここからさらに追い込んでいきました。結構友達からも言われましたから、もう割れてるでしょ。これ1月に半袖ってバカですよね。あ、これがさっき解説してた撮影方法ですね。これが結構大変だったんです。これね。本当にテイク8までやりましたからね。溺れるかと思いました。自分で何やってるんだろうなって思うぐらい繰り返しやって、撮影方法もね、こうストレッチポールに乗せたり、なんかこういろいろ置いたり、結構ね、この時期になんか同居人がいるんじゃないのかっていうのをね、リスナーの方から結構メッセージいただいて、いやいや勘弁してくれよと。ちょっとね、撮影方法もね、いろいろ悩みながらやってましたけれども、途中からね、あの三脚を買って、そこから飛躍的にね、撮影効率が上がりました。あ、まさにこれですね。最初から買っておけばよかったなと思います。
だいぶね遊びが入ってきてますね。いやまあこんなこともねしながらじゃないとちょっとね楽しみきれないかなということで、シックスパッド買ったんですよ。今もありますよ、ここに持ってきたんですけど、全然使ってない、もうまずい。本当に笑っちゃうぐらいの振動で結構気になってたんで買ったんですけど、なんかこう使ってみると、あ、意外と効くんだなっていうのが正直な感想でしたね。でこの動画が一番最初に上げた動画からこの辺りまでの動画で一番伸びて、あ、結構シックスパッド気になってる人多いんだなって思ったのが確か当時の感想でしたね。なんかこう実際に使ってみるのも一つの手かなというふうな感想を抱きました。シックスパッドつけて腹筋するっていうのもいいらしい、筋トレをする。動画さらに凝り始めます。今の空を映した動画が僕の一番のお気に入りです。あれ河川敷で本当に一人で撮ってるんですけど、めちゃくちゃ恥ずかしかったんですよ。周り人歩くし、一人でこんなポーズするし、何やってるんだろうあいつみたいになってたんですけど、まあ終わってみたら綺麗な夕日も映って、まあなんかこういい感じでこう下から上にこうクーッと上がっていく感じ。あれ動画のエフェクトっていう、なんていうんですかね、こう機能を使ってああいう風な動画にしてるんですけど、結構自分ではね、なんか好きな動画なんですよ。うわ、寒い寒い寒い。先ほどの動画もそうですけど、この辺りから光弘が2人登場することが多くなります。結構ねインスタグラムとかにこういうちょっとこう面白動画みたいなのを上げる人がいらっしゃって、その方の動画を発見して、あ、なんかこれちょっとやり方もね載っていたので俺もできるんじゃないのかなっていうので、これに一時期ハマって2人光弘が登場するのがめちゃくちゃ増えてくるんで、ちょっとそこも注目しながらね動画見てほしいですね。今の動画が一番評判が良かったというか、なんかあそこ面白い編集してるねって言われたのが、さっきの野島のパンチのところですかね。あれも確かそういう動画を上げてらっしゃる方がいて、まあこうやってカメラに手を当てて隠してこう切り替わってるっていうのがよく YouTube とか TikTok とかですかね。それをちょっとこう野島さんは空手をやってるので、それでやってもらったらちょっと面白いかなっていうので、ちょっとパンチしてもらってやったやつですね。でもあれ一番好きだった。あ、本当ですか。面白いなって思ったね。あー嬉しい。そういう意見もらえるとめっちゃ嬉しいですよね。なんかやった甲斐あったなっていうね。筋トレ以外のところでだいぶね、なんかどう仕掛けるかみたいになってきたんで。2人登場するんだ、めちゃくちゃ。そうなんです。ちょっとね、関ジャニ∞の丸山さんと共演をね、土曜日の朝の番組でさせてもらってるんですけど、結構ね丸山さんからなんかこうこうした方がいいんちゃうとか、今どんな状態なんとか、
番組中も最近どうなんとかいろいろ聞いてもらって気にかけてもらってたんですけど、まあ、その裏側で丸山さん自身もアンガンっていうね雑誌の表紙に向けて筋トレを続けてらっしゃって、私自身もそれにこう刺激をもらいながらちょっと腹筋頑張ってた時期ですね。結構ねあのエロ筋もねどうにかつけたいっていうねことを思いながら頑張っておりました。この辺からだいぶメニュー増えてきました。そうですね、沖縄でもやったんですけど、このカット割りもね結構ね凝ってやったんで、ちょっと注目してみてほしいですね。こう下からこう で上側にカメラを振ってやって、また次のカットで下からこう食ったで横にシュッてやって、今度は加納さんが映ってるっていうね、この感じのね流れの良さをね見てほしい。これこだわった。そう、開ける、下から上に振って、もう沖縄到着。で、横に振ったら、キャンプ地。そう、これ、これですよ。これも結構好きなね、動画の一つですね。沖縄、本当暑かったですよね。これ2月なんですけど。これも一人でやりましたね。これ50日目か。はい、ということでここまでで50日半分がね終わったということなんですけれども、正直ここでもだいぶ腹筋割れてました。多分その当時のね写真があると思うんですけど、こちらご覧ください。これが今の50日目の僕の腹筋です。まあなかなか仕上がってる方かなって思うんですけど、正直ここで終えるか終わるか悩みました。なんですけど、ここからあと半分やったら、じゃあどうなるかっていうのをね、検証していこうということなので、まあいろんな人から腹筋もう割れてるんちゃうんって言われたんですけど、まだ続けようということで、ここからあと半分頑張りました。ここまでは前半戦ということで、次の動画でご覧ください。阪神タイガースのですね、腹筋割れなかったらワンダーコア10人の方に自腹でプレゼントしろと。こっからが正直もう一段階ギア上げたところですね。ちょっと待ってください。結構食べてるな俺。あれ？